こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon で販売できなくなった商品をタオバオで販売しませんかというお誘いです。えー、結構ね、えー、遊戯王とか、まあ、キャラクターものフィギュアの中で、えー、例えば偽物疑惑がかかっちゃったりね、あるいはブランド管理が厳しくなって売れなくなったという商品を、えー、お持ちの方、えー、結構いらっしゃると思います。 で、その商品を、アマゾンで売れなくなったんでね、まあ eBay で売るか、まあ捨てちゃうか、まあ日本に持ってきてヤフオクかアマゾンで売るか。で、日本に持ってきてヤフオクかアマゾンで売ると、まあ多分送料倒れになるんで、まあ現実的な方法としては eBay かなと思うんですけど、まあ eBay は eBay でね、リミットアップとか、えー、出品、やり取り、えー、めんどくさいと。で、 まあタオバオだったら高く売れる商品あるんじゃないかなと思って見てみたんですけどまあ高くは売れそうなんですけどタオバオはですねさらに出費がめんどくさいとねえー、めんどくさいというかいくつかクリアしなきゃいけない問題等があってやろうと思ったらね、えー、すぐにできるというもんでもないというのがねわ、えー、かりました、まあ、そこでね商品を売りたいとだけど、えー、タオバオの口座当然持ってないで ebay もやってないから えー、まあ、どうしようかなという方はですね。えー、お声がけください、えー。商品をタオバオで販売する。で、タオバオで販売するやり方を教えるんじゃなくてですね、えー、試しにタオバオで販売してみて、で、それで、えー、まあ、売れるかどうかテストすると。で、売れたら、まあ、その後追加でね、えー、タオバオで販売すればいいですし、えー、また、売れなくてもね、まあ、もうどっちみち 販売場所がない商品だったんで、まあ、あしょうがないかなというところでね、えー、諦めるというか捨てるというか、その前にタオバーでもかるかどうか、売れるかどうか試しませんかというお誘いです。で販売って数量はですね、えー、とりあえず、えー、金額等によるんですけど、まあ30、30%ぐらいを目安に、えー、商品が出てきた段階で、まあ、これが、これ売ったらね、 えー、売れたとき、いくら出品がいくらというような、ねえー、話をさせていただきます。で、このチャイナマートというところで、ね、このサイトで検索すると、えー、日本語で、えー、タオバオで出品されている商品がわかると、でタオバオの場合ね、えー、オークファン的な制約、えー、価格とか、えー、パッと出てくるサイトがないんで、まあ、実際売ってみないとわからないです、売れるかどうかね。 ただ、これが、えー、デメリットでもありメリットでもあってね、ヤフオクも多くファンが出る前は、ね、すごい、えー、データ蓄積してきゃすごい儲かりましたところが多くファンの登場でね、えーまあ、なかなか儲けにくくなっていっちゃったんですけどそういった意味とこの、ね、ア,アメリカアマゾンで始めた時、輸出を始めた時に、えー、類似した、えー、出品するまでがめんどくさいねという ところでですね、まあ、もしかしたら結構タオバオいけるんじゃないかなという感触があります。まあ、そのテストを兼ねて、まずは、え売らなきゃいけない商品、ね、処分先に困っている商品、それとこんな商品どうかなと見つけた商品なんかをまず販売代理で頼むというところからスタートしてみようと思います。でちなみにね、ちらっと見たらね、まあ、普通に日本に1000円で売ってるビアブリックね、 約3倍、2.6倍ぐらいですけど、で売れてるとあ。売れてるっていうか、出品されてます。で、もう散々ね、昔から何度も何度もね、話題に上がっているメリーズでも価格差がね、2倍あります。でね、同じく何度も何度もね、話題に上がってて、なおかつね、小さいから運びやすいアネッサ。 これもね、1.5倍開きがあります。で、えー、バンプレストのフィギュア、ね、サボ、ね。このフィギュアなんかだと2.5倍開きあると。だからね、売れなくなっ,てなっちゃった商品がね、えー、いくらで売れるか見て、まあ、それがもしね、こういうふうにね、えー、6000円とか、あるいはね、4000円とかね、えー、まあ3000円でもいいですかね、ぐらいの金額がついてるんであれば、まあ、とりあえず売ってみて、 それがもし売れたら、そのまままたね、仕入れて売ってもけるってことも可能なんで、まずその辺からタオバをね、そろりとスタートしてみようかなと思います。だから商品見つけてね、あるいは持ってる商品を、価格をチェックして、これを売りたいというのをね、声かけていただくだけで、売る手配をいたしますんで、商品をお持ちの方でね、換金したい。 あるいはね、タオー,ーを面白そうだなと思っている方はね、この機会に商品を探して、どしどしご連絡ください。ご連絡お待ちしてます。詳細は何しろね、まだこれから初出品なんで、えー、いろいろやりながら決めてきます。ただね、えー、金銭的とか時間的な負担はね、かけずにできるような形でやってきますんで、えー、どしどしご応募ください。えー、ご連絡お待ちしてます。 以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。